今そろそろ始めるようでね、今日はね特別で、僕はあの、来週1週間シンガポールに行くんですけど、帰ってきたらすぐですね、25日に日本で最大のなんていうかイベントっていうか講師会って三髄の広志って書いて高田の会っていう日本の経営者上場会社半分ぐらい入ってるね会で東レの紹介で講演していただくことになったんですね。でこれ25日なんですよ。で原稿がドラフトができたん で今日はそれ全部じゃないんですけど、それの今のグローバリゼーション研究会に関連した、ヨーロッパとそれからあと 中東それからあとアメリカの政治経済、それからあと中国でその世界のねグローバルの課題をですね今日全部整理してお話しようというふうに思って、あとまあ1時間ぐらい僕話して皆さんから質疑応答とか、まあ、逐次やってもいいかなと思ってますけど話をしようと思っています。で講師会のテーマって日本企業のグローバリゼーションというテーマで、アメリカとの新たな提携と中国の新たな協調も進めるにあたってということで、日本をローカル文化からグローバル文化にトランスフォーメーションが必要だと、今の古い体質を打破するために高齢化社会が迫り来る中にあって日本企業の活力をどうするかということで、でここにアジアの地図とアメリカの地図を出してますけれども、今はまあ、今 TPP で話題がね騒然としてますけど、まあ、アメリカに追従するんじゃないかって、もともと僕はアメリカの日本は属国だって言ってるんですけど、まあ、そこまで言わなくても両輪のね片輪だというぐらいにアメリカを思えばいいだろうということで、なんで日本がビクビクしてるのかというと、本当のことを言うとですね、なんとかの遠吠えで実はアメリカ人と正々堂々と協議した話ができるやつがいないもんだから、だから僕が見てるとなんか閣下総領みたいなね感じをします。でいろんな報道やってますけど、要はアメリカのことを知らないし、TPP の配られた文章を皆さん紙の裏まで読んでるんですけど、彼らの意図も全然わからないというそういう実態の中で、まあ、日本がどうするかということですね。だからこれ、まあ、アメリカの地図を持ってきましたけど、やっぱり日本はアメリカのがこういう地図のこの背後にあってですね、日本がアジアをどう攻めていくのかっていう、でこの背景にはですね、ちょっと僕の説明は書いてありますが、まあ、これどうでもいいんで、次いきますと、この背景はですね、こういうことなんですね。で日本の労働可能人口8000万人から毎年80万人減る、これ前も何度も言ってるようにね、非常に重要なメッセージです。毎年80万人減ると。でね、世界人口は90億人、2050年ね、6割がアジアです。で、6、54だから、60人ぐらいアジアですね。それということは、日本企業のグローバリゼーションは今後アジアに向けてビジネスを展開していくことになる。で、アメリカも同じですね。しかしながら日本人だけで中国とアジアの販売ビジネスを展開していくことはできない。で、というのは日本人特有のアウンの文化がアジアで通用しない。要するに簡単に言えば日本というのはですね、もう人口がどんどん減っていくと、そうするともう自然的に日本から外に出ていかないんじゃない、でアジアに出ていかないといけないということはもう分かりきったことですけども、それが踏ん切りがつかないというか、どうしていいか分からないというのが今の日本の産業、政治、経済全てですね。でアメリカと組んでこのアジアにビジネスを展開していくことによって日本企業のグローバリゼーションを図っていく方法がある。そうした展開によって日本の高齢化社会への対応をしていくことが必要可能だと。でどういうことかということで言うことですね、年間80万人減っていくっていう、皆さんピンとこないかもしれませんけどですね、5年間でご飯の支出で400万人減るんですね。400万人減ると何を意味するかというと、実は東北大震災の福島と宮城県合わせると440万人で、5年間で、まあ、東北大震災分の人口が減っていくんだというふうに理解していただければ、日本の今地殻変動がどんなに激しいものかということをご理解いただけると思いますね。ですからよく二流 のコメンテーターとか二流の解説者はですね、日本が空洞化するってホロアウトっていうね、空洞化するっていうバカなこと言ってますけど、まあ、一流のコメンテーターはそのこと言いませんけどね、二流 のコメンテーターは空洞化すると言ってますけど、そもそも国が空洞化しているんですね。ですからもうその5年間でその東北大震災が起こるようなことが繰り返し起こっていくということは、日本が計画的に政府もですね
経済も計画的にその海外に出てくる。例えば今の TPP なんかで言えばですね、簡単に分かりやすく言えばですね、あの 米がアメリカからアメリカに輸入してね、日本の米が負けるってバカなこと言ってる人いますけど、そうじゃなくて、あの農業そのものが海外に出ていけばいいんですね。だから農家の方、まあ日本の農業っていうのは平均年齢66歳っていうことなんで、まあ出てくるにしてはちょっときついところありますけどあの若い人がですね、あのこう日本の工場が海外に出てくると同じように農業、マレーシアとかベトナムとか、あのそう農業そのものが海外に出て米を作ると、作った米をですね、さらにまた他国に販売するということを、日本農業をそういうふうな形で展開していけばいいわけで、難しい問題でも何でもないんですね。そういうようなことをあの TPP に参加するかしないかどうするかということを考えることよりもですね、日本そのものを今後縮小していくね、シュリンクしていく日本をどうするのかということをですね、もっと真剣に考えなくちゃいけないというのが、まあ、この、 あの講演というか、ね、私が講師会でやる論旨ですね。でこの図はですね、あの今後世界はどうなっているのかということで、まあ、あのこれはあのですね、IMD のね、あのワールドコンペティブですね、世界の競争力をその、メジャーメントしたですね、表ですね。で、まあまあ、シンガポール、香港はともかくアメリカはまあ実質的に世界第一位で、まあ、中国が、大陸中国が18位、日本が27位、まあ、日本がだんだんだんこう1900、バブル弾けた1993年の時は世界一位だったんですね。それから毎年だんだん落ちて今27位だということですね。でまあ、日本が失われた20年で、まさしくこれからさらに30年になろうとしていて、今のままでしたら失われた30年になっていくんですけど、あの、まあ、そろそろそうは言ってもですね、もうそろそろ経済界の方がですね、米倉さんなんかもう完全に目覚めてますけど、あのそろそろあの反省からですね、飛躍の転換期に移っていいんじゃないかというふうなことを、あのこの今のコンペティブネスワールドコンペティブネスが語っていると。で中国が18位までその上がってきたというのが突然浮上してきたんですけど、これはあの理由はですね、中国というのはあの1949年に革命したのは皆さんご存知ですけれども、そうではなくてですね、中国というのは1990年代にですね、実はあの資本主義革命をやったんですね。でこれ日本人はあんまり知らないんですけども、1995年にですね、実はあの今までマンションを無償で提供したのがある日突然無償で提供するのをやめてですね、日本と同じように住宅手当に変えたんですね。今まではその住宅あのマンションを提供してたんですね。でそれがその90年代に5000万人 の, あの国営企業の、ね、5000万人の労働者を解雇した、一時希求者と称して解雇したんですね。でこの当時ですね、あの僕はあの前の奥さんが北京で、この当時は、まあ、前の奥さんと結婚してたんですけれども、あの天安門事件の後ですね、前後からその後ですね、95年というのは90年北京だったので10年間つぶさにそれを見てきました。で、あの5000万人を解雇したんですけども、あのこの時ですね、暴動も何も起こらなかったんですね。でなぜ起こらなかったのかというとですね、実はですね、これを皆さん知ることにないかもしれません。毛沢東があの我が国は、まあ、49年独立した時にね、我が国は桃源郷を作るんだと、桃源郷ね、ユートピアを作るんだということを国民に言って、それをずっと国民が信じてきて、この通りまだ信じていたんですね。だからその一時救急車っていうのはクビですよね、ファイヤーだけどみんなじっと我慢してですね、また要するにあの仕事しなくても楽に生きていけるような環境を国が提供してくれるんだと。でもともとあの中華人民共和国とそういう趣旨で独立したんですね。これはあのかつての旭化成の延岡工場もそうですけど、あの給料安くてもですね、全て医療からない学校が全部揃ってて、あのほとんどその給料なくても生きていけるような、そういうふうなことを目指して、まあ、かつての CNPC のイエンチンという北京の製油所なんですね、そうですけど、まあ3000人の社員がいて、働いているのは300人だけなんですね。で2700人は遊んでいて、どこにも分からない。でそれはあの利益集団ではなくてですね、企業というものはですね、できるだけその働かないで何に食べさせるかというのは企業だったんですね。でそれは1990年代にそれを完璧に崩壊させたというのが、まあ、資本主義社会に移行したわけですね。でそれでまあ5000万人余ったんで、中国はそれで、あと2001年に WTO に加盟したってことで、 WTO って、ね、FTA とか TPA とか EPA とかありますけどね、要するにね、フリートレード、フリーインベストメント、フリーエンタープライズといういわゆるその国を開いたんですね。中国は農業を犠牲にして、まあ、徹底的に開放開化して、
対外的にこうやったということで、中国はそういう意味ではなぜ2000年に入ってから加速的に、ね、GDP がバーッと伸びて日本を去年抜きましたけどなったのか、それは理由はやっぱ国をその投資しやすい環境、まあ、元がね人民元が自由に取り出せないという問題がありますけれども、これも数年で、まあ、解放していくというのが李克強さんがね、次の習近平さんになった時の李克強さんが、プリミアになる、首相になる時に彼はそういうふうにするということを言ってますので、まあ、それもそれからあと日本はやっぱりそういう意味では今まではですね、もう完璧にその官僚日本なんですね。で若い人もいますけれども、やっぱりその国そのものが高齢化しているというそういう状態で、中国はもう躍進中国で、まあ、イケイケどんどんと好きなこと何でもやりましょうみたいな、そういうふうな国情にあるということで、ね、でこの次のスライドがよく表してましてですね、グラフを見ていただけるとですね、日本が、まあ、配置配ったグラフになってますけど、まあ、中国は赤線でイケイケどんどんということですね。でまあ、韓国のウォン安の図で、まあ、政治の方に鈍ってますけど、これは韓国が別の意味でですね、投資をする狩り場になってるんですね、今ね。日経ビジネスでもお読みになってお分かりになるんですけど、電力量が日本の3分の1で、法人税が 25%、日本が 46% ですから、話にならなくて安いということで、今、日本企業が今、先を行き添って韓国に投資をしているというのが実態ですね。で、アメリカはこれ、沈んでるようですけど、どっこい そうではなくてですね、右の図を見ていただきますと2010年の GDP 比較でやっぱりダントツアメリカ強いと、ね、日本が2位になったので今これ3位ですね。それから下の図はですね2050年図ですけど、これが2050年どうなるかというと、まあ、中国アメリカインドブラジルというと、まあ、アメリカ中国アメリカインドというのは世界の3大 GDP の国家だというのをご覧いただきたい。でただちょっと注意していかないといけないのはインドというのはこのグラフがありますけど、中国と根本的に違うのはインドは7つの州が合算されているだけでね、別にこうインドの力としてこれだけあるわけじゃない、7つの国が1つになったぐらいに思っていただければいいと思いますね。だから必ずしもこうブラジルとかメキシコとロシアとかこういうふうなレベルでインドが、まあ、たまたま合算するとこれだけの中国に匹敵するってなるんであって話をするね。でアメリカは衰退する、中国はダントツ高いくてアメリカは衰退しているように見えますけど、実はそうではなくてアメリカはですね、実は今その国を挙げて大きな議論がありますけど、イミグレーションですね、移民をメキシコからの移民をどうやって阻止するかというその権限感覚、まあ、リク・ペリーなんかさ昨日一昨日のテレビで大失態して3つの省をその注目しちゃいけないって教育省と何とか省と何とか省と言おうと思ったんで3番目が出てこなくて1分ぐらいもうどうだったっけなんてやってて得票数がゼロに近いぐらい支持率が落ちましたけど、こいつは最初一番突破したんですね。それはもう今本当にしょうもなくて、こいつは大体自分の牧場ニガーなんていうね名前つけてるくらいで、なんだっけ、ブッシュよりも相当ひどいですね。まあ、それがでも彼はいいこと言ってましてね、この件についてもですね、移民を支持してるんですね。アメリカは移民の国でですね、これ馬鹿にしちゃいけなくて、これ後でもうちょっと出てきますけど、アメリカっていうのは意外とですね、これ世界でも非常にこう見れば見るほど不思議な国で、移民で成り立ってるんですよね。白人が1億ぐらいしかいなくて、あとはもう白人じゃないですよね。まあ白っぽい人もいますけどね。だけどいわゆる本当にイギリスとかそういうようなこうところから来た人って1億ぐらいしかもういなくて、まあメキシコからの不法移民がどんどん入ってくる。でこれやっぱりそのアメリカなんか不法移民入ってきてもね、その大学出てそのちゃんと勉強しようとするやつはグリーンカードあげたいんじゃないかみたいなそういう動きがあってですね、まあ、そういうふうなこうやめようというのとそのテキサスみたいに反対するのとそういうやつ支持しようというのとそう混然となってるんで、まあ、良識ある国だと思いますよね。でやっぱりもともとこの国はですね非常にその活性化というかフロンティア精神といいますかね、勤勉な国なんですね実はね。そういう意味で僕は意外とですねアメリカが頑張るんじゃないかというのはこれからの私の思いですね。でよく日本が TPP でアメリカにやられちゃうとかね、なんとかと言いますとアメリカ自身の本来の僕はアメリカの歴史というのはアメリカ憲法を一時ねブログでやりましたけど、アメリカ人って意外と勉強家でね一生懸命やるんですよ。そういうことを考えるとですね、日本はもっともっとアメリカのことを勉強するべきだというふうに思いますね。そうした上でやっぱりまあ、FTA と TPP とアメリカ、まあ、FTA と言いますけど TPP と言いますと実際にアメリカと日本との FTA みたいなもんなんですけど、韓国がやろうとしてるね、
そういうふうな視点でもう少しアメリカ の, あの文化っていうのをどう日本がもっと勉強しないとですね、TPP の実態ってわからないと思いますね。これはやっぱりアメリカの歴史なんか勉強するともっともっと、あのアメリカ憲法って僕シリーズでやったんで、あの6回の中で非常に難しいあのブログでしたけど、あれそこら辺あたりがですね、結構アメリカのことをよく捉えてると思ってます。まあそんなことでね、あのこの図はそういうこと。